準備よければ準備出してお願いします。はい、準備よし、準備よし、どうぞ、始め、よし、どうぞ、葵さんの消防を目指したきっかけ、はい、ちょっとお聞かせいただけますか。はい、小さい時に父親によくドライブで海とか湖とか連れててもらって、それがきっかけで海が好きで海に携わる仕事がしたくて海上自衛隊に興味を持って、で海上自衛隊受験して、で東日本大震災の時に海上自衛隊が大活躍したって話を聞いたので、海上自衛隊を目指したんですけど、あまり出動がなくて、で訓練ばかりだって話を聞いたの で先輩に消防を目指したらどうっていうふうに言われて、地元の消防を目指したのがきっかけで、釧路は水難救助隊があるので海に携わることができるので、水難救助隊目指して頑張っていきたいなと思います。今度受けていいよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。開始。よし、閉鎖。はい。閉鎖よし。
士5年まで OK なんで、まだ大丈夫です。絵が新しくなってるから OK だな。はい、あと品名数量だとかの掲示板見てちゃんと書き込みになってる。監督者の名前もちゃんとなってるかどうか。軽くイラッとしたことの例で言いますと、朝とか朝の忙しい時間とかに車ちょっと煽り運転されたりだとか、消防官はこうあるべきだっていうものです。1番、法令を遵守すべき。2番、挨拶は目を見てするべき。家で手巻き寿司やったら奥さんと二人で。おい、おいしいわ。おい、うまいよ、これ。え？ありがとうございます。自重でのトレーニングはもちろんなんですけど、人を背負ったりとか、呼吸器とか、防火とか背負ったりしての活動なので、プラス10キロとか20キロになるので、重りとか、10キロとか20キロのロープを背負って懸垂とかやることによって、現場の活動を想定してトレーニングするようにはしてます。選手と自分を高めていく。そうですね、高めていかないと人の命守れないので、自分の命ももちろん守れないですし、そのためにはやっぱり体鍛えないといけない仕事なのかなっていうのは。
濯室があって、お風呂とトイレがあります。それではおやすみなさい。でした。おれ。お疲れ様でした。新しい仕掛け昆布じゃなくてカレーって the best.
やっぱこの女性だから良かったなっていう、はい、うん、女性だったからこの現場で役に立てたみたいなのがやっぱあるんですよね、きっと。そうですね、傷病者の方にが女性の方で大丈夫ですかって聞いた時に、女の人なのありがとねとかって言ってくれるんで、その時とかは良かったな。最後に全国の視聴者の方にメッセージがあったらお願いいたします。やっぱり人の役にっていうか人のためになる仕事なので、そういう仕事に就きたいなって思うんだったら消防はすごいいい仕事だと思いますし、救急に救助に火災とかいろいろ出るんですけど、そういった中でも自分の得意なことと苦手なこととかあるんですけど、得意なことを伸ばしていただければいいと思うので、消防を目指してもらえれば嬉しいです。出動のたびにもっともっと頑張んなきゃなとは思います。